皆さんこんにちは、くすみこはるです。今日はですね、友達と、個室サウナに行きたいと思います。楽しみです。すごい中です。すごい、めっちゃ豪華。キッチンもついてる。すごい、サウナの部屋です。こんな感じです。テレビを見れます。こちらにエスト専売品のものだったりの、はい、シャンプー、リンスと、こちらにアメニティがございますので、ご利用ください。アメニティルームです。今日は、萌香ちゃんと萌香ちゃんのお友達 と、サウナに来ました。イエイイエイ。なんか、はい、すごい素敵なサウナだよね。うん、すごい。なんかさっき上になんかこう見に、上がサウナなんだけど、うん、上に見に行ったらめっちゃ広くて、うん、めっちゃいい感じ。この空間すごいね、この空間作りがね。なんかビップだよね、すごい。なんかさ、ちょっと探検してみるみたいなのさ、撮った方がいいかな。あ、トロ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 、楽しみです。行きます。早速行ってきます。ポカリも準備万端です。サウナハットいいな。サウナハット買ってみたら、ね、結構使える。髪傷まない。そうそう、髪傷んじゃうからしっかりかぶって。行ってきます。行ってきます。ゴー。マイカちゃんが回してくれてます。サウナ室へゴーゴー。2階、あ、何階だ。3階3階か。そう、めっちゃ広い。わ、お、ここはアメニティルーム。ここはアメニティルーム。めっちゃ綺麗じゃない。そう、めっちゃ綺麗。超いい。え、お風呂、これあったかいお風呂。あったかいお風呂まであるんだ。そう、で、シャワーあって、整いスペースあって、これが水風呂です。おお、水風呂です。いい感じです。いい感じ。温度いい感じ。これ温度何度ぐらいがいい感じなんだろうね。冷たい、しっかり。冷たい、しっかり、いいね。オープン。うわ、オープン。熱い？こんな感じ。広い。めっちゃいいね。すっごい、ね、テレビもついてる。香りもめっちゃいい。めっちゃなんか木の香りでめっちゃいい感じ。わあ、はい。ロウリュもあります。いいね。はい、早速入ります。はい。じゃん。ただなんかパープルを基調としてるのが大人っぽくて綺麗だよね、色が。ね、私なんか水着もパープルで着ちゃって。ね、なんか水着も合わせてきたみたいな。完璧だ。完璧です。かわいい、このスペース全部ね、かわいい。じゃん。かわいい。すっぴんですか。すっぴんやばいです。すっぴんです。見えない。かわいい、まあ、全部取れると思ったので確かに。ました。私しっかり化粧してきた、軽く。え、でも全然いつも通りです。そう、いつも通り。はい。でもいつもほぼすっぴんだもんね。そう。化粧してもすっぴんって言われる。そう、行ってきまーす。行ってきまーす。今、15分くらい入って、水風呂入って、整ってます。どうですか？気持ちいい。整ってます。え、でも結構入れるね。水風呂全然入れる。でも寒くない。入りすぎちゃった。入りすぎじゃん。もう入るじゃない。もう出たいんだけど、今さ、ちょっと出る。一回、あれ。整ってまーす。整った。でもやっぱりさ、外気浴はさ、こういう外じゃないとさ、うんうんうん、確かに。外気浴外でこれできるのありがたいね。確かに、ここ今都内なんですけど、なんかすごい非日常な感じ。うん、なんかちょっと遠くに来た気分。だからなんか、湘南にいる気分。確かに。なぜか、こんな、超今、なんか都内の真ん中くらいにいるんですけど、うん、見てみて、青空がね、しっかりここから見える。嬉しいよね、こんな青空の下で。最高。サウナ入って、水風呂入って外気浴できるの、最高。しかも今日3時間だから、めっちゃ長くのんびりできるね。し
でも休めるし、うん、2時間のところが多くない？多い。2時間って結構サウナあっという間のところ。めっちゃさ汗くせ。そうそう、あ、着替えないととかなって。3時間だと割とのんびりできるから、うん、いいね。最高最高。サウナ女子会最高。サウナ女子会最高。整い中です。でも本当に整う。結構さ温度が高いし、うんうんうん、水風呂はすごい冷えてていいよね。ね、外で水風呂最高だね。いい感じ。サウナもロウリュしたら結構さあったかく、熱くなるよね。そう、かなり熱い。熱くて振動みたいな。110度ぐらい、ちょっとぐらいあったね、うん、そう、ロウリュでなんかヒノキの香りがして最高だった。わかる。すごい綺麗だよね。綺麗、できたばっからしい、うん、で中で映画そう見れたりとか、うん、PV 流れてて、うん、そう、そう最近多いよね、なんかサウナでさ中で見れるやつとか、うん、なんか時間忘れてなんかさ必死になんなくて済むからいいよね、うん、ちょっとぼーっと見れるとさ、確かに全然気持ち違うよね。うん、最高です。最高です。今2セット目です。頑張るよ、ね、何分やったか分かるといいね。確かに。何分でみんな出る？15分ぐらい。だいたい15分ぐらいの気がする。分からないよね。ね、ちょっと15分感じを体内時計感じます。行ってきます。行ってきます。熱い。ロウリュする。ロウリュしよう。ロウリュしてできる。ロウリュ初ロウリュ。このぐらいかな。茶碗一杯ぐらい、うん、あーでもさ、ロウリュできるめっちゃ楽しいよね。すごい、一瞬で水分がなくなる。もう一回こう。おお、わ、急に熱い。確かに。でも香りが上のが熱いよね、上のが、うん、上が超熱い。今110度ちょっとあります。マックスってどれくらいまでいけるんだろう。120度って120か。でもね、120度、115度ぐらいある今。ち、超熱い。気圧です。はい。行ってきます。行きます。第2ラウンド。ゴーゴー。集中です。集中だよ。マイカちゃんがバッグを持ってきてくれました。ありがとう。今日のバッグはコスメデコルテのバッグです。私バッグめっちゃ好き。でもやっぱりさ、髪の毛乾かすと。バッグめっちゃ好き。バッグにバッグしないとめっちゃ乾かすもんね。今サウナ終わってこのチルアウトを飲みます。一発入魂チルアウト。チルアウト、別に案件でも何でもありませんただそこにあったので飲みます。でもこれめっちゃ美味しくない？初めて飲んだ。これコンビニでたまに売ってるよね、うん、ほんと案件みたいな。え、どんな味かちょっと教えて。いただきます。あー、なんだろうねなんか日本バージョンで言うとちょっと力水みたいな感じ。なんか爽やかで、うん、さっぱりしてて甘すぎないよね。うん、グレープフルーツ入ってないんだろうけど、グレープフルーツみたいな感じ。うん、案件ではありません。うん、ビタンさんでなんかこう、なんて言ったらいいんだろうな、レッドブルってめっちゃ目覚める感じじゃん、うん、なんかこう、ホッとする感じ、うん、です。サウナ後にぜひチャオチャオ。サウナ終わりました。めっちゃスッキリした ね。めっちゃ整った。3回戦やりました。やりました。3ラウンド。サウナよく行く？サウナよく行く。あ、最近よく行く。いいよね。うん、整いました。最近行ったサウナで一番スッキリしたね。よかった。めっちゃ気持ちよかった。なんか飲み物もいろんな種類用意してくれてて、はい、うんうん、そうそうそう、オロポもできたし、そうそう、チルアウトもできたし、やっぱりなんかお天気の日に、うん、ね、ああやって青空をさ、うんうん、見ながらさ、うんうんうん、外気浴できるのがすごい幸せっていう気持ちになる、ね、なんか非日常でめっちゃ良かった、うんうん、
また行こうね。またサウナ行こう。ちょっといいサウナがいたあったら私も発掘しとくね。うん、いいねいいね。行こう行こう。行こう行こう。バイバイ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 。バ